お世話になります。ひとりでございます。今回は DLC 緑の仮面の北上図鑑をね、完成させていきたいなと思います。まあ今現在どんな感じになってるかと言いますと、図鑑はですね、もう結構だいぶ揃ってきておりまして、はい、161ですね。なので、あともうちょいなんですが、せっかく前回ね、ガチグマの下りやったんで、まあついでに完成させて、まあどんな報酬がもらえるか、まあ、特にね、図鑑だと、まあ、今作では、この、ここでの報酬もありますので、プラス多分ジニア先生で、なんかまたもらえたりすると思いますので、まあ、それももらって、まあ、どうなるかちょっと見ていきたいなと思います。ということで、いきなりですね、ちょっとレポート書いて、ちょっとポケモンホーム行きます。で、まあ、ポケモンホームで、この一覧から絞り込みで、それでポケモン絞って、今ね、足りないやつすべてメモったんで、図鑑載ってないようなやつは。それを、まあ、一匹ずつね、調べて、それで進化前から、まあ、いないやつももちろんいると思うんで、まあ、そういうやつ厳しいんですが、とりあえず、これでゲットできるやつは全部これでゲットしたいと思います。もう作業なんでね、完全に。わざわざ映す必要ないですね。多分普通に飛ばすと思います。もちろん。ということでやっていきましょう。はい、ということでですね。今、図鑑、あと一匹のとこまで差し迫りました。あと、コジョンドだけですね。なぜかコジョンドという。しかもこいつなんか、異常にレベル高いっすよね。なんで？進化のレベル。50らしいっすね。だから結構大変なんですが。行きましょう。ラスト。ラストのワンピース。はい、オッケー。進化していくぞ。コジョンド。あ、かわいいね。こんな感じで、ポーズ通ってない感じなんだ。キョンシーみたいな感じの。これが通常なんだね。やったー、コジョンドだ。まあいいね。まあいいね。はい、揃いましたー。これ全部揃ったぞ。おらー。はい、ということで、報酬もらっていきましょう。はい、報酬は、ポケモン図鑑。で、ここで、北上図鑑。オッケー！揃ってきました！はい、まず、北上図鑑が9冊になりました。ポイントアップ1個。少ねえよ。銀の王冠。え？雑魚。するときは雑魚。マジか。ラブラブボール。はい、オッケー。はい。星のかけら5個。綺麗な鱗。水星のかけら。フレンドボール、オッケー。いや、これいいね、マジで。めっちゃいいじゃん。はい、ヘビーボール。ポイントマックス。おしゃぼ普通に簡単に手に入るね、マジで。あ、これで、すべてのポケモン出会った。あなたがその足で歩き回ったポケモンはかけがえのような宝物。その栄光を称えて表彰させていただきますので、マイデ参道の草むらにいる。ジニアまで会いに来てください。なんで草むらのところにいるんだよ。まあ、こいつ一回見たわ。はい、ムーンボール受け取った。オッケー！おしゃぼも結構もらいましたね、ちゃんと。思ったより楽に揃ったわ。なんか今回やっぱ被ってるのがなんか多い気がするね。マイデ参道、ここか。だから水力タウンから東側かな？東側のなんかどっかに見た気がするんだよね。なんか変なとこにいた気がする。なんか木のとこに隠れてたような。この辺じゃなかった。あー、いた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 。なんでここにいんの？どう思う？ということで話しかけていきましょう。さて、何がもらえるか見ていきましょう。どう思う？ひとりさん、林間学を楽しんでますか？あ、ジニア先生。ひとりさんの様子を見に来たんですよ。様子を見に来たんですよ。あ、同じ行読んじゃった。これでも他人ですからね。ついでに北上のポケモン調査をしてまして。何くれんの？なんか、面白いセリフあんのかな？わあ、すみません。調査に集中するあまり会いに行くのすっかり忘れてました。そうだ、おわびにピクニックをプレゼントです。こんなこともあろうかとクラビル先生からテーブルとか借りてたんです。うわ、こんなサプライズあるんだ。やった。これで周りのポケモンリセットできるぞ。ゴクリンかよ。一番よくねえだろ、毒タイプ。あ、これまずそうだよ。こいつ目の前にして食いたくねえよ、この毒タイプを。
オッケー、味保証しますよ。普段あんまり外に出ないのでフィールドワークは疲れますね。ああ、俺と一緒だ。トリさんのように宝探しで世界を駆け回ってるの本当にすごくて尊敬しちゃいます。いや、俺の家の中にいるんだよずっと皮肉かこれ。みんなこのポケモンプレイしてるときは大体家にいるだろ。皮肉だなこれ。あ、卵じゃん。え、なんか卵もらえんの。え、特殊な卵、ポケモンの卵が登場です。え、なんかもらえんの。極連しかいないのに卵入っているなって不思議だな。なんでだろう。え、実はこれ僕が持ってきた卵なんです。え、何の卵。マジでピクニックで見つかるポケモンの卵、トレーナーさんが引き取れない場合はアカデミーに寄贈してもらってアカデミー内で育てていたんですが、各地の優秀なトレーナーさんたちに育ててもらうのもいいなと思ってきたんですね。というわけでひとりさんどうぞ。俺が寄贈したやつとかじゃねえよな。え、何この卵。北上まで来て卵渡すのも変ですが、ひとりさんなら安心ですからね。気になるね、めっちゃ気になるね。他なんかくれないの。ところでポケモン図鑑アプリこっちでも使ってくれますか。北上図鑑は北上の里のポケモンを捕まえると埋まっていきます。僕はこの辺りフィールドワークしてますので、北上図鑑完成できたらぜひぜひ教えてくださいね。あ、まだ図鑑完成した用のセリフじゃないんだ。まあ、トリマ割ってみましょうか。 OK 割れた。さて何だろう、リオルとかかな。まあそれ BDSP の頃の思い出したんだけど、それは被らない。うわー、ヒコザルじゃん、御三家じゃん。え、マジいいじゃん。普通によくね、それ。どういうやつだろう。はい。普通のヒコザル？モーカ、あ、モーカかい。え、普通じゃん。あ、じゃあこれ、段階ごとに全御三家もらえんのかな、もしかして。どうもどうも、ひとりさん。ひとりさんが北上の里で捕まえたポケモン200種類。あ、別にもう、あ、もう、もしかしてこれって全種類じゃないですか。あ、もうその段階に行くんだ。すごい、本当にすごいです。北上の里のポケモン調査はひとりさんのおかげでこれ以上ないくらい進みました。お祝いに何か差し上げたいですが、持ち合わせがあんじゃないの。どうせあれでしょ、卵じゃないの。北上センターで買った限定のお土産プレゼントです何で買ったものかよ。きらめくお守りを手に入れた。おっしゃ、どんなえやつ。え、また光る。持っているとテラレイドバトルでもらえるテラピースが増える不思議できらめいているお守りこれクレーム対策だろおいマジかよなんだそれ、どんぐらい増えんだろうね。スマホロトムを出してもらえますか。クラベル先生が追加してくれた図鑑アプリの症状機能でひとりさんをお祝いします。ポケモン図鑑を認定している企業からもメッセージが届いていましたね。はい、どんな感じ、見せてそれ。プレイヤーひとり様、うわいいね、オガポンめっちゃいいじゃん。あなたは北上図鑑を見事完成させました。その偉大な功績を証明します。やったー、ありがとう。図鑑を完成したとしてもまだまだ林間学校始まったばかり。これからも北上のポケモンにいっぱい出会ってくださいね。そうだね、まだ24時間も経ってないわこの撮影中は。っていうことで終わりかな。街の明かりが少ないから星、空の星もくっきり見えますよ。おということで適当にレイドでもやってみますか。じゃあ星6んとこ行きましょうか。あ、オーロットだ。 NPC とか変わってんのかな。あ、変わってないんだ NPC、 一緒のメンツなんだ、マジか。まあ林間学校だから仲間は別に変わってないか、だから理屈的には間違ってないわ普通に。まあ剣の舞積んでいこう。剣の舞積んで森の呪い、何それ、そんな技あったっけ。どういこうか、草タイプが追加された。なるほどね。積んで、積んで。うわ、鬼火やられたわ。うぜ。回復しよう。はい、これでアクセルブレイクいくぞ。アクセルブレイク倒せるか。いけ、ワンパンさせてくれ。うわ、ワンパンできなかった。だる。だる。うわ、すいませんか。消された。めっちゃ時間かかるじゃん。もう一回積もう。積んで、積んでいきます。いけ、ドレパン、ナイス、アクセルブレイク終わりだ。いけ、テラスタラせずに倒すぞ。オッケー、倒した、ナイス。どんぐらいテラピース増えてるか気になるところ。色違い来い、来てないか分かんない、こいつの色違い何色か。オッケー、あー、カラスパイス来た3つえぐ、これがえぐいよ。こっちの方が反応しちゃったわ、テラピースより。テラピースどんぐらい増えてるか分かんねえ。この12個分ぐらいじゃね。あ、結構増えてんじゃねこれ。まあでも一度に
18個手に入っているということで、まあいいんじゃない？辛スパイスの方が嬉しいけどね。